勝負だ。安心しな、こいつは使わない。使うとお前を殺しちまうからな。いや、お前のせいじゃない。のこのこ相手の挑発に乗ったあいつが悪い。また帝国に挑発するのか。帝国ですのか。大学じゃない。でも彼、腰抜けじゃないんだね。隠れ蓑の術やるじゃねえか。お前こそ影分身、それも出しっぱなしとは大したチャクラだ。チャクラって人間の体を構成する膨大な数の細胞から取り出すエネルギー。ああ、忍術はこのチャクラを操ることで初めて使うことができるんだ。面白い。何人でも相手してやるぜ。行くぜ。甘い。だが無駄遣いはよくねえな。そんなんじゃすぐバテるぞ。うるせえ。戦い慣れてやがる。データだと忍術の成績は去年もトップだったんだ。他の科目は壊滅的なんだけど。めんどくせえやつだな。アカデミーもそんなのとっとと卒業させろよ。そこか、行け。次。分身使いが荒い。ボルトだ。必死だな。なんであんなに必死になってるの彼。でも七光って感じしないね、ボルト君。甘いぜ。そろそろ限界か、七光野郎。強けりゃ何でも勝手が許されてたまるか。許されるんだよ。ほかげたち大人だってずっと勝手なことしてきたじゃねえか。自分たちは力で成り上がったくせに時代は変わったとか抜かしやがって。
俺は時代が時代ならとっくに卒業して忍者になってる。なのに忍術と関係ねえ勉強ができなきゃ卒業さえできねえだ、どういうこった？お前もしかしてすげえ勉強できねえのか？だから何だってんだ。それって逆恨みじゃねえかよ。なんだと？てめえが忍者になりてえなら何回お蝶が受かるまでやれってんだ。それを時代のせいにして授業にも出ねえで悪ぶってるだけなんてよ。そういうの最高にダセんだってばさ。俺がダサいだと？そんな奴に負けるわけにはいかねえ。しゃなくせ。な、何？ほらどうした？俺はここだ。分身の術は本体がやられればしまいだ。一番後ろのお前が本体だ。俺の分身は身代わりじゃねえ。俺はほかげの七光じゃねえ。お前に事情があるように他の奴らもいろんな事情があってここに来てんだ。人の行く道邪魔すんな。ふざけんなよ。何よあれ。あいつだと思う。やべ、俺はなおかげさまみてえになりてんだよ。おかげさまみてえに戦いてんだよ。それが俺の行く道。こんなところで終わりたくねえんだよ。何あれ。鳥獣ギガイノジン。てめえ、何のつもりだ。あれ、武器は使わないって言ってたよね。ルールを破って勝負だって言えるの？確かに俺、ダセえな。これは一体、ボルト！